はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数2の関数のグラフと方程式不等式丸2をお送りします。で、前回からこのタイトルねやってて、で前回がその次数回の個数を、グラフを書いて調べるっていうタイプの問題をやったんですけど、で今回も次数回絡みです。出てくるからね。で、大きな問題がボンと1問あって、小問3つというタイプになっておりますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、全部解いていきますので、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、まず1番の方からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、前回と違くて、三次方程式、式の中に、x3 乗プラス 3x2 乗でマイナス a が入ってると。ね。で、それを踏まえた上でこの3つをやっていきます。ただし、今回小問3つ全部作ったんですけど、全部やり方同じです。そう。だから丸1とか書かないでしょから。あるものをやってって、最後に回答を分けるだけで済むので、やり方覚えちゃうと楽ですね。で、まず何をするかっていうと、これですね。A だけ右辺に持っていきます。なので書き換えると、ちょっとね、今回板書ちっちゃめで攻めますね。多分書くこといっぱいなので、で、こうなるでしょ。まずこの状態、右辺を A だけにします。これマイナス A とかじゃなくて A にしてください、必ず。で、なんでそれで勝負するのか最後に分かります。まずちょっとこうしちゃって、で、この形ができたら、その左辺の部分、つまり A がなくなった部分を FX とか、Y とかって置いてください。今回 FX にしようから。だから X3 乗プラス 3X2 乗、これを FX と置きます。で、あとはこいつのグラフを書いていくの、今から。なので、まず微分します。で、 3X2 乗プラス6x ってね、増減表ここに書きたいんだけど、この幅だよね。ちょっとこっち行こうか。で、f'x、これ0を解くと、これイコール0にして3で割って、x くくり出すっていうふうにやればいいから、0とマイナス2だよね。ちょっとごめんね、板書の関係で、ちょっと省略しちゃいましたけど、0とマイナス2になると。で、それを踏まえた上で、増減表を、ちょっと待ってね、 f'x で fx 入ったかな。あ、入ってるね。で、今回 x の範囲特に決まってないので、0とマイナス2だから、点点点マイナス2点点点の0点点点だね。で、この2箇所の f'x は0になって、先にこう値いこっか。0の方が簡単だね。fx0 入れると0です。で、マイナス2を入れるとマイナス8足す12なんで4か。こうなる。で、今度 f'x 調べます。ここだね。で、これはまずこっちでかい数、100とか入れると、ここ両方ねプラスになるからってのもあるんだけど、プラスになります。で、こっちマイナス100とか入れると、こっちマイナスなんですけど、ここがプラス1万っていう、めちゃくちゃプラスが強くなるので、どうせプラスになるだろうと。で、ここはマイナス1でいいね。間に入ってるからさ。で、入れると3-6だからマイナス。つまり増減表はこうなると。で、それを踏まえた上で、あれを書きます。グラフをね。で、グラフここに書きたかったんで、ちょっと待って。これを、ちょっとごちゃごちゃしちゃうんだけど、上に持ってこよう。ここにね。ちょっと書き直すね。f'x イコール0より x イコール0とマイナス2と。よし、じゃあグラフ書きましょう。マイナス2、0、4、0だから、別に中心、ちょっと上辺にすれば。で、今回も本当グラフ勝負なので、グラフは丁寧に書いてください。で、fx、0と。で、マイナス2の時4なので、マイナス2、4。
で0の、まあ、原点かここ通ると。で上がって下がって上がっていくから、まあ、こんな感じかなとね、いう予想が立つと。でこれ完成しました。そしたらこれ一気に解けます。全部だもちろん3問じゃなくてテストの時1問だけかもしれない、まあ、2問かもしれない。どのタイプが出てきてもグラフを書いたら解けます。これででどう解くか、ではいきましょう。どうしようかな、色を分けていきたいからまず1番、まあいいか。こっからいきます。異なる3個の実数解を持つように定数 A の値の範囲を定めようと。つまり3個の解を持ってほしいんです。でこれ結論から言うと、答え書いてあるね、これ A は0から4の時になります。これ答えです。でこれなぜかっていうと、これね、例えば横に1本線を引きます。ピーって、この時赤と青の交わってるところって1、2、3になってるでしょ。で今実はこれ3個ある、だから実数解が3個、つまりここ答えだよみたいな流れになるんです。で何を言ってるかっていうと、これ最初にここの形で持ってったでしょ。ここがポイントで、これ今左側 x3 乗プラス 3x2 乗、それのグラフを書いた赤は。でちょっと色変えようか、意図的に青にします。これ fx イコール左辺のこいつが赤なの。 fx イコール、まあ、fx には x ないけどね、まあ、y イコール a っていうグラフって横だよね。 a 定数だから、例えば y イコール3、 y イコール5っていうグラフは真横の線です。これで a がどこにあるか分かんないけど、そのグラフは絶対真横なので、このグラフ、青のグラフと赤のグラフの交点の数が実数解の数になるの。だから今赤の方は分かってるからさ、だから先に書いた。で青の方はずれます。今ここに書いたけど下かもしれない、もっと上かもしれない。でも動いていくの、 A は動いていくけども、じゃあ動いていくから3個交わるとこどこなのっていうのを考えればいい、あとは。でやっていくと、ここ今3個だったでしょ。でもちょっと点々点するよ、ここに乗っちゃうと1個2個になっちゃう。それおかしいじゃん、2個になっちゃうと。でもそのちょっと下だったら3個交わるじゃん、1、2、3って。だからここ今青の点々の線は4の時なんだけど、4まで行かなければ OK なの。だから4で止まってる。もちろんイコールも入らない、イコール入れたら2個になっちゃうからね。でじゃあ下はどこまで行けんのかって考えると、やっぱここだよね。ちょっとかぶっちゃうけど X 軸とね、ここだと原点の1、ここの2になっちゃう。だから x イコール、まあ、y イコール0か、 a が0の時には解が2個になってしまうのでダメなのね。でもちょっと上の直前の、まあ、直前ちょっと上に上げてるけど部分だったら1、2、3個の解を持ってるので0から4までだったら3つ交わるじゃんって。つまり a が0から4の時に3個、異なる3個の実数解を持つよねっていう風に解くんです。だからグラフ勝負なの、この問題は。前回もそうだけどね。でその流れでいくと、じゃあ今度異なる2個の実数解を持つように定数 a の値を定めよう。今度範囲って言ってないから a イコールだね。でこれは今もちょっと解説をしてしまったけど、 a が0の時と4の時です。つまり2個の交わるところが欲しいでしょ。でさっきやったように a が0の時、X 軸と同じだね。ここになると1、2、解が2個なんです。で、あと4の時もそう。1、2、ここしかないの。範囲とかじゃない。決まってるから。こことここしかないから、A が0の時。そして4の時が異なる2個の実数解だよねって。で、最後がただ1個です。まあ3個、2個、1個って来てる感じね。じゃ1個の実数解持つのどこだよって言われたら、もうね、4から上に行けばいいんだよ。ここ1個しかありません。0から下に行けばいい。引きます。1個しかありません。もうちょ声が荒いして、これはどんだけ上行ったって1個だし、どんだけ下行ったって1個なんだよ、ずっと。だからその部分を答えとして書けばいいので、3番、まず A が
ゼロより小さい時、ゼロよりちっちゃい下ね。でイコールもちろん入れない、入れないよ。入れちゃうと2個だからね。でもう1個が A が4より大きい時と、4より大きかったらそれ上だから1個しかね交点を持たないので、それが実数解、ただ1個の実数解となりますよと。こういった感じで解いてください。なのでまあしつこいですけど本当グラフ勝負です。ちゃんと書けば間違いなくね答えることができます。まあちょっとねこのイコールが入る入らないとかでつまずいてねもったいないことしてほしくないんですが、まあ、こんな感じでぜひ解いてみてください。では今回は高校数学数2の関数のグラフと方程式不等式丸2をお送りしました。今回もねここまで見ていただいて本当にありがとうございました。でこのタイトルあと2個です。でその2個が終わったら今度積分の方に行こうと思ってますので、次回丸3の方もねもしよかったら見てみてください。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。